これが酸酸化化水水素素でですすこれが加酸化水素ですとミトコンドリアで作られるとってもね危険な副産物です呼吸の反応で、えっと、呼吸の反応の中でどうしても出てしまう副産物で結構危険な物質です過酸化水素とみんなの言葉で活性酸素って呼ばれる活性酸素の一つがこの過酸化水素です結構危険な物質ですでもちろんえっと細胞の中で 生じたね、呼吸の副産物として生じた過酸化水素が、ね、そのまま放っておいたら細胞を、ね、あの傷つけてしまうかもしれないのでこの過酸化水素を分解する酵素が実はえっと呼吸を行う生物には備わっています基本的に、ね、あの呼吸を行う細胞だったら、ね、あのほとんどどんな細胞にもカタラーゼという酵素がねあの過酸化水素を分解するカタラーゼという酵素が、ね、あの備わってるんだけど 今日はこんなね、人参を用意しましたね。この人参の中にも、えっと、カタラーゼっていう過酸化水素を分解する酵素が入ってます。今、カタラーゼを取り出します。では、ね。 この中に、ね、あのカタラーゼが入ってます入試問題とかではあのレバーを使うことが多いですね。あのレバーって細胞が結構ぎっしり詰まってるんであのレバーを、ね、あの使うことが多いですね。入試問題では。では、過酸化水素をこのカタラーゼでね分解してもらいます。見えるかな いますかね泡が発生してるのわかるかなこの泡が酸素ですね。ねどん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 過酸化水素が分解されて酸素と水になっていきます。 こんなふうに過酸化水素は分解して水と酸素になります。このねあの発生している泡が発生している気体が酸素です。ね過酸化水素が水と酸素に分解されています。過酸化水素のカタラーゼによる分解実験でした。泡が酸素ね泡が酸素。